第8章、しかしながら始まりとなる原理については、この議論の結論や前提からだけでなく、原理に関して一般に語られている事柄からも考察しなければならない。だから真なる言葉に対してはあらゆる事実がこれに符合し、義なる言葉に対しては直ちに異論の声を上げるからである。良いものは通常3通りに区分されており、そのうちの一つは外的な善であり、他のものは魂に関する善と身体に関する善だと言われるが、我々は魂に関する善を最も優れた意味で何にも勝って善であると言い、そうした善として魂に関わる様々な行為や魂に属する諸活動を想定している。したがって古くからのまた地を愛好する者、愛する者たちによって同意されてきたこうした考えに照らして、以上に語られたことは適切であることになろう。そして行為のある種のもの及び、活動が目的であると我々が述べたこともまた正しい。なぜならそう考える限り、こうした目的は魂に関わる善に含まれ、外的な善には含まれないからである。さらに幸福なものはよく生き、よく行うということもまた我々の説明と符合することである。というのも、およそ幸福とはある種の良き性であり、守備良い行いであると言われるからである。実際、幸福に関して探求されていることの全ては今述べられたことに尽くされているように思われる。というのも幸福とはある人々にとっては徳が、ある人々にとっては資料が、別の人々にとってある種の知恵が、またある人々にとってはこれらすべて、もしくはこれらのうちのどれかにさらに快楽が伴ったもの、あるいは少なくとも快楽を欠いていないものが幸福だとみなされているからだ。だからこれらの人とは別に外的な境遇の良さもまたこれに付け加えるものもいる。こうした見解のうちあるものは古くから多くの人々の手によって、多くの人々によって語られてきたことであり、あるものは少数の定評ある人々によって語られたものである。これらのいずれも全面的に誤りということはありそうにないことで、少なくとも何か一つは、いやむしろ大半は正しいと見る方が順当である。そこでまず幸福とは徳、もしくはある種の徳であると主張する人々に対しては、我々の説明はこれと符合している。なぜなら幸福には徳に基づく活動が属しているからである。だがおそらく最善のものが所有されているか、それとも使用されているか、つまりそれが成功となっているか、活動状態にあるか、それをどのように把握するかによっておそらく少なからざる違いが生じるはずである。なぜなら成功はあらかじめ備わっていても、例えば眠っているものやそれとは何か別の仕方で活発なもののように、全く善を成し遂げないこともあり得るが、徳に基づいた活動が何も善を成し遂げないということはあり得ない。というのは活動は必然的に何かをなし、また何かをなせば、それをよくなすはずだからである。それはちょうどオリンピック競技において最も美しく力強い素質の者たちではなく、実際に競い合う者が栄冠を得るように、なぜなら勝利を得るのは、そうした者たちのうちの誰かだからである。そうしたことを成し遂げるのは、人生において美しく良き事柄を正しく行う者たちだからである。またこうした活動的な者たちの人生は、それ自体心よいものである。というのも、快を感じるのは魂の活動を前提していて、そのそれぞれにとって心よいのは、何々好きと言われる対象との関係においてだからである。例えば、馬好きにとって心よいのは馬であり、見物好きにとって心よいのは見せ物であるように、同様の仕方で正しい行為は正義を愛する者にとって、また一般に徳に基づく行為は徳を愛する者にとって心よいものである。してみると、一般の多くの人々にとって様々な心よいものが互いに衝突するのは、それが本性的に彼らにとって心よいものではないからであり、美を愛せる者にとって心よいものは自然本性的に心よいものである。そして徳に基づく行為こそそうした心よいものであり、それゆえまた美を愛せる者たちにとって心よいだけでなく、それ自体として心よいのである。つまりこうした者たちの生活は快楽を何かそういうものの飾りのように付加的に求めるのではなく、それ自身のうちに快楽を備えているのである。実際今まで述べてきたことに付け加えるなら、美しい行為を喜ばない者は良い人でないとさえ言える。なぜなら正しい行いを喜ばない者を正しい人とは呼ばないだろうし、気前の良い行いを喜ばない者を気前の良い人とは呼ばないだろうか。そして他の場合も同様である。以上のことからすれば、徳に基づいた行為はそれ自体心よく、そればかりか良いもの美しいものであり、徳を備えた良いものがそうしたものを適切に判定する限りでは、この快善美をそれぞれ何にも増して兼ね備えたものである。そしてこの判定は我々が述べたところとも一致する。してみれば幸福は最も良く、最も美しく、最も心よいものであり、これらはデロス島の碑文の文言にあるように、別々のものではない。
最も美しいのは最も正しきこと、最も良いのは健康であること。だが最も心よいのは自分の焦がれているものを手に入れること。なぜならこれらのすべては最善の活動に備わっているからである。そしてそうした活動が、あるいはそうした活動のうちの最善のものが幸福であると我々は主張する。だがそうであるにしてもすでに述べたように幸福は外的な善後も合わせて必要としていることは明らかである。なぜなら裏方の支援なしに美しいことを成し遂げるのは不可能であるか、もしくは容易ではないからである。実に多くのことがちょうど道具の助けのように友人や富やポリスにおける権力を必要としているからである。また中には生まれの良さや子だくさん、そして美貌のようにそれがなければ私腹に我流転生を書く者もある。というのも容姿があまりにも醜いとか、生まれが悪いとか、身寄りも子供もないとか、そうしたものはおそらく幸福とは言い難いであろうし、仮に子供がいても、それらが全く劣悪だったり、また良い子供がいても死んでしまえば、なおさら幸福とは言えないからである。以上、我々が述べてきたように、幸福にはこうした境遇の良さも合わせて必要で、のようである。まさにこのことからある者たちは幸福をとくと考える者たちを尻目に、幸運を幸福と同じものとして位置づけることになるのである。第9章。このことからまた次のような難問が生じる。すなわち幸福がもたらされるのは学びによるのか、習慣づけによるのか、またそれ以外の仕方での訓練によるのか、それとも何らか心的な配分によるものか、あるいは偶然によるものかということである。それとまず神々の贈り物が他にも何か人間になされるとすれば、幸福もまた神からの恵みであり、人間の手にし得るもののうちでも最も良きものであるだけに、何にも勝ってそう言えるというのは最もなことである。だがこのことはおそらく別の探求にむしろよりふさわしい。だが幸福が仮に神から贈られたものではなく、徳やある種の学習もしくは訓練によってもたらされたとしても、それらが最も神的なものに属していることは明らかである。なぜなら幸福は徳の褒美であり、到達点として最善のものであり、従ってまた何か神的な私福であるように思われるからである。そして幸福は学習と習慣づけによるというこの考えは広く共有されているものであろう。なぜなら徳に向かう根を絶たれていないものなら誰にでも何がしかの学習と修練を通して幸福がもたらされることは可能だからである。しかもこのように幸福が学習と修練を通してもたらされる方が偶然によるよりも勝ったとしても、むしろそれは当然である。実際自然に即したものは本来できる限り最も美しくあるように、それと同じく技術やあらゆる芸に即したものも美しく、ましてやそれが最善のものに即していれば何にも増して美しいからである。この最も大切で美しいものを偶然の手に委ねてしまうのはあまりに浅はかなことであろう。今我々が求めている問いの答えは先の幸福の定義からも一緒に明らかとなることである。すなわち幸福とは徳に基づく魂の一定の性質を持った活動であるというのがその定義だった。幸福以外の残りの善のうち外的善は幸福の前提要件であり、身体的善は本来道具として働きを共に助ける有用なものである。以上のことは我々が最初に述べた事柄とも一致するであろう。というのも我々は政治学の目的を最善のものと定めたからであり、そうした政治学こそ市民たちが一定の性質の良き市民、つまり美しい行いをできる市民となるよう仕向けることに最大の関心を払うものだからである。それゆえ馬も牛も、どの動物も幸福と呼ばれないのは当然である。なぜならこうした動物のどれも今述べたような断りに関わる魂の活動に預かることはできないからである。まさにこのことが原因で子供もまた幸福ではない。なぜなら子供は幼さの上にそうした美しい行為ができないからである。だがそれでも子供が幸福だと呼ばれるとするなら、それはまだ実現していない希望のために祝福されているに過ぎない。常に述べたように幸福には完全な徳と完全な人生とが必要だからである。実際人生には多くの変転とあらゆる種類の偶然とがつきものであって、波を外れた星雲に恵まれた者が老境に至って大いなる不運の暗転を迎えることがある。ちょうど英雄物語におけるプリアーモスのように、そしてこうした偶然に遭遇して悲惨な最後を遂げた者を、誰も幸福だとは見なさないだろう。第10章。ではむしろ生きている限りどんな人間も幸福とは呼ぶべきでなく、ソロンが言ったように最後を見て遂げる必要があるのだろうか。実際そのように考えるべきだとすれば、死んだ時に初めてその人は幸福であるということになるのだろうか。それとも少なくともこうしたことは全く不合理なことだろうか。とりわけ幸福とはある種の活動だと我々は主張するからには、だがその意味するところは死んだ者が幸福であるということではないとすれば、またそれがソロンの本意でもないとすれば、死によってようやく様々な災厄や不運の届かないところに脱した人なら、間違いなく祝福できるというものかもしれないが、もちろんこれもまた何がしかの異論を免れない。
というのも、ちょうど生きていてもそれに気づかない者がいるようね。死後の人にも何らかの悪と善とがつきまとってくるからである。例えば子供たちにまた総じて子孫の名誉や不名誉、殉教や逆境などである。この異論を機に次のような問題も生じてくる。というのは、良境に至るまで幸せな生を送り、それに見合った最後を迎えた者にとっても、子孫をめぐる様々な変転が起こり得るからであり、子孫のうちの良き者たちにも、それに相応した生を得られる者と不相応な生しか得られない者とがあるからである。子孫を先祖から隔てる仕方が実に多様であり得るのは明白である。だが子孫が幸福な時や逆に悲惨な時に、死者もそれに伴って変転を被るとすれば、それはおかしなことだろう。だが一定の期間、つまり生前ではなく死後に限って先祖に対して子孫の境遇が全く影響を及ばさなくなるというのもおかしなことである。だが先に我々が難問として取り上げた事柄に戻った方が良いであろう。というのもおそらく今尋ねている問題も先の事柄から考察できるだろうから。つまり最後を見届ける必要があるのは、その時初めて、おのおのは幸福であるからということではなく、それ以前から幸福であったことを祝福するためだとすれば、やはりそれはおかしなことではないか。様々な変転のために存命の者たちを幸福と呼ぶのをはばかり、幸福とは何か永続的で決して変転しやすいものでないと判断しておきながら、実際にはしばしば偶然が同じ者たちの境遇を車輪のように回らせがゆえに、現に幸福であるのに、そうして死者に限ってそのことを真実と認めないのは、やはりおかしなことではないか。実際そうした偶然に付き添い、たどるなら、しばしば同じ人が不幸福であったり、逆に惨めであったりするのを我々は見出して、幸福なものとは一種のカメレオンのような土台のぐらついたものだと結論づけることになるのは目に見えている。それともこうした偶然にいちいち付き添うのは決して正しくないことなのだろうか。なぜなら確かに人間としての杖はこうした偶然の殉教や逆境を、合わせて必要とするが、すでに述べたように幸福の決め手はそれらにではなく、徳に基づく活動にあるのであり、その反対、不幸の決め手はまた反対なもの、徳に基づかない活動にあるからである。今、難問として取り上げていることはまた先の定義に対して確証を与えるものでもある。なぜなら人間の働きのうち、徳に基づく活動ほど安定性を備えたものは何もないからである。そうした活動は様々な知識よりもより永続的なものと考えられている。しかもこうした徳に基づく活動のうち最も尊いものは、そうした活動において幸福な者たちが何にも優れた全族的な生を送るがゆえに、最も永続的であることになる。なぜならこの永続性こそ、そうした活動に忘却が生じない原因だからである。こうして求められている要件は幸福な者に備わっており、幸福な者は生涯にわたってそうした性質を持つ。幸福な者は実際常に、もしくは何にも増して徳に基づく事柄を行い、また考察するであろうし、また様々な偶然を最も見事に、あらゆる手立て、あらゆる適切な仕方で乗り越えて、他なる真の良き人、非の打ち所のない正方形となるのである。しかしながら、偶然の巡り合わせで生ずる、大小様々な多くの出来事のうち、小さなものなら、それが幸運であれ、不運であれ、共に人生の転機をもたらすものとならないことは明らかだが、大きなものが、しかも重ねて良い向きに生ずるなら、人生を一層幸いなものとするだろう。というのも、そうした幸運はもともと人生に彩りを添えるものだが、それらを利用するのは美しく優れたことになるからである。だが、それが逆に悪い向きに生ずるなら、幸せを押しつぶし、台無しにしてしまう。なぜなら、それは苦痛をもたらし、多様な活動を妨げるものとなるからである。それにもかかわらず、こうした度重なる大きな不運に平然と耐えるものにあっては、それが苦しみに無頓着であるためではなく、好奇で聞きたく、気高い人柄によるものである限り、その美しさは輝き出るであろう。もし我々がすでに述べたように、活動が人の性を決するものだとすれば、幸福な人は誰も決して悲惨な境遇には陥らないだろう。というのは、そうした人はどんな場合でも厭うべきこと、忌まわしいことを行わないからである。実際に真に良きもの、資料あるものは、あらゆる偶然の巡り合わせに公然と耐えて、現に置かれている状況のうちで、その都度最善の行動をとると我々は見なしているからである。それはちょうど優れた将軍がなけなしの手勢を率いて最も果敢な戦いを挑み、腕利きの靴作りが手持ちの革からできるだけ見事な履物を作り上げるのと同じである。他のすべての技術者たちもこれと同じである。してみればやはり幸福なものは、決して悲惨な境遇に陥ることはありえない。ただし、プリアモスのような境遇ともなれば、さすがに私腹ではありえないが。そこでまた幸福な人は移り気でなく動揺しないものである。なぜなら幸福なものは幸福のあり方から容易に動かされることはないだろうし、仮に動かされるとしてもそれはありふれた不運によってではなく、度重なる大きな不運によってである。しかもこうした不運からは短事実で、
再び幸福に立ち戻ることはできず、もし立ち戻るとすれば、一定の長さの、しかも従前の時間を要し、そうした時間において彼が大いなる美しい働きを成し遂げた場合である。してみれば、こうして外的善に十分に支えられ、しかも当座の時間だけでなく、人生全体にわたって、完全な徳に基づいて活動しているものを幸福な人と呼ぶのに何の差し障りがあろう。あるいはこのような性をさらに重ね、断りにかなった最後を迎えるであろうものと付け加えなければならないであろうか。なぜなら将来は我々には明らかではないが、それでも我々は幸福を最終目標とし、あらゆる点で完全なものとされたとみなしているからである。もしそうであれば、我々は性あるもののうちで以上って述べられた要件を現に備え、しかも将来も備え得る人々のことを至福なものと呼ぶべきであろう。それが人間にとっての至福である。以上でこうした事柄については問題を確定したこととしよう。第11章。ところで子孫たちのまたあらゆる友人たちの偶然の境遇が人の幸福に何の影響も及ぼさないとすれば、それはむしろ不人情であり、また一般の意見にも反するように思われる。だがそうした境遇がもたらすものは極めて多く、またありとあらゆる種類があるが、そのうちにはより関わりの深いものとそうでないものとがあり、そのそれぞれを区分すれば長くきりがないと思われるので、おそらく一般的にその概要を示せば十分であろう。さて、ちょうど自分自身に生ずる不運のうちにも、生きる上で何らかの重みを持ち影響を与えるものと、比較的軽く見えるものとがあるように、どんな友人にも起こるような不運も同様であり、もしそうした受難のそれぞれが生きているものに起こるのと、死んだものに起こるのととは違っているとすれば、しかもこの違いが悲劇の筋書きの設定にある無法な恐ろしい出来事と、実際に舞台で演じられた出来事との違いなどよりはるかに大きな場合、こうした違いもまた考察の前提に入れるべきであるが、それよりおそらくは、そもそもこの世を去ったものが何か善だけでなく、その反対にも悪にも預かりうるのかどうかという難問に取り組む必要がある。だがこうしたことから考えると、それは善であれ、反対の悪であれ、何らかのものが彼ら死者のもとにまで到達するとしても、そのようなものはそれ自体として、もしくは彼らにとって些細な何か取るに足りないものであり、少なくともそれだけで、またそのような性質のものである限り、幸福でない人を幸福にしたり、幸福な人から幸せを奪ったりできるとはとても思えない。したがって友人たちの幸せも同じく不幸せも、世を去った者たちに何か影響を与えるように思えるが、実際には幸福なものを幸福でなくしたり、何かそのような別のことを成したりできるような性質の力も持ち合わせていない。第12章。以上の問題を確定した上で、今度は幸福についてそれが称賛されるものに属するのか、それともむしろ尊重されるものに属するのかを考察しよう。というのも幸福が少なくとも能力の一つではないからである。さて、称賛されるものは全て一定の性質のもので、何かあるものに対してどのような関係があるかによって称賛されると思われる。実際、正しい人や勇気ある人、総じて良き人及びその徳を、なされる行為とその成果ゆえに称賛し、また力の強い人、足の速い人、またその他それぞれの人を称賛するのも、その人が本来持っている何かある性質や、何かある良いものや徳を備えたものに対してどのような関係にあるかによってだからである。このことはまだ神々に対する称賛からも明らかなことである。神々を称賛するのは我々を参照するようで滑稽に思えるかもしれないが、神々が結果的に我々を参照することになるのは、すでに述べたように称賛がなされるのはこうした参照によるからである。ところで、称賛が来たものに向けられるとするなら、最善のものに与えられるのは称賛ではあり得ず、現にそう思われているように何か称賛よりももっと大いなもの、もっと良いものであることは明らかである。なぜなら我々が祝福し幸福だとみなしているのは神々であり、また人間のうちでも最も神的な者たちだからである。さらに様々な善に関しても同様である。なぜなら誰も幸福を正義のようには称賛せず、むしろ何か神的なもの、より良いものとして祝福するからである。この点で、英読卒もまた、快楽に最高位を与える議論を適切に擁護しているように思われる。というのも彼は良きものであるにもかかわらず、称賛されないということをもって、快楽が称賛されうるものよりも、より良いものであることの証だとして、神や善がそうしたものだと考えたからである。つまり彼は他のものを称賛するのに神や善を参照しているのである。実際一方では、称賛が向けられるのは徳に対してである。なぜなら人々が美しい行為を成し得るのはまさに徳によるからである。他方で三重は、それが身体に関わるものであれ、魂に関わるものであれ、同様にの結果に与えられる。だがこうした事柄について厳密を期すなら、おそらく三重に関して苦心を重ねてきた人々の方がふさわしいであろう。だが以上述べてきたことから我々にとって明らかなのは幸福が尊重されるもの、完全なものに属すということである。そしてこれがまさにその通りだと思われるのは、幸福が第一の原理であるという事実である。
なぜなら我々は全てこの原理のために他のあらゆる事柄を行うのであり、それは我々が幸福をもろもろの善の原理及び原因として何か尊いもの、神的なものとみなしているからである。第13章。さて幸福とは完全な徳に基づいた魂のある種の活動である以上、次に徳について考察しなければならないであろう。というのもおそらくそうすることで幸福についても我々はよりよく考察することができるからである。思うに真の政治家もまたとりわけこの徳について不信してきた。なぜなら真の政治家は市民たちを良き者にし、法に従うように仕向けることを望むからである。その雛形として我々はクレタやスパルタの立法家たちを持っており、他にもこうした関心を持った政治家たちがいたはずである。そして もしこの種の考察が政治学に属すとすれば、その探求は我々の初めからの研究計画に沿ったものとなろう。さて考察すべきなのは人間の徳についてであることは言うまでもない。実際ここまで探求してきたのは人としての良さであり、人間としての幸福だったからである。ところで人間としての徳ということで我々が意味しているのは身体の徳ではなく魂の徳である。その上で幸福とは魂の活動だと我々は主張しているのである。以上のことを前提にすれば、政治家が魂に関する事柄をある程度知らなければならないのは当然である。症状を治療する者が全身のことを知らなければならないように。いや、むしろ政治学は医術よりもより大切でより良いものである分、なおさら知っていなければならない。また医者たちの上でも良識あるものある者は、身体をめぐる知見について様々な研究を行っているのである。したがって政治家もまた魂について考察しなければならないが、それは以上の目的のために、求められている事柄にとって十分な程度までの考察でなければならない。というのは、それ以上に厳密な研究は、おそらく当面の課題よりも一層の困難を伴うからである。だが、魂については外部に向けた論考においても、そのいくつかは適切に論じられているので、それらを利用すべきであり、例えば、魂は断りを持たない部分と、断りを持つ部分とがあるという点がそれである。ただし、これらの部分というのが、ちょうど身体の部分や、部分に分割されうる全てのもののように分離可能なものか、それとも円周曲線における、凸と凹のように、地上は二つ別だが、本来は分離不可能なものなのか、かといった問題は、当面の問題には関わりがない。さて、魂における断りの持たない部分のうちの一方は、生物に共通のもので、それは植物的なものであると思われる。植物的というのは栄養は成長の原因となるものという意味である。なぜなら魂のうちのこうした能力は栄養を摂取するすべてのもの、そしてまた様々な肺にも認められるものであり、同じこの能力はまた生体にも認めることができるからである。実際この場合に期すのは他の何かある能力よりもこの能力の方が適切である。ところがこの能力に何か共通の徳が備わっているはずだが、それは人間としての徳であるようには見えない。なぜならこの部分及びこの能力がとりわけ活動するのは眠っている時であって、この眠りにおいては優れた人と劣った人との見分けがつきにくいからである。人生の半分だけを取れば幸福なものは惨めなものとほとんど違わないと言われるのはこのためであるが、こうした帰結は最もなことである。というのも人の優越をそれによって云々する等の魂の活動休止が眠りなのだから。ただしこうした消化などの運動の一部はわずかなりとも魂に到達して、この運動によって真っ当な人の夢の現れは、どこにでもいる普通の人のそれよりも良いものとなるということを除けば、だが以上のことはこれで十分で、栄養的な部分についてはこれまでとしよう。これは本来人間としての徳に関わりを持つものではないからである。さらに魂はまた断りを持たない何か別の本性のものが属しているが、ただしこれはある仕方で断りになっていると思われる。というのも抑制ある人と無抑制な人のいずれもが、持つ断りを我々は称するが、これは魂の断りを持つ部分を称賛するからである。なぜならこの断りこそ大善のものへと正当にも人を促すものだからである。だがこれら抑制ある人にも無抑制な人にも断り以外の別の何かがまた本性的に潜んでいるように見え、これが断りと戦い、抵抗するのである。ちょっと体の麻痺をしている部分を右に動かそうとしても、どうしても反対方向に逸れてしまうように、トアマシンについても同様のことが生じるのである。というのも、無抑制の人たちの欲求は、意図するものとは反対のものへと向かうからである。だが、体の場合には逸れていくものが目に見えるが、魂の場合にはそれが見えない。そうだとしても、おそらく魂の場合にも断りとは別の何かがあって、これが断りに反対し抵抗しているのだと認めなくてはならない。だが、実際にそうした部分がどのように区別できるのかということは差し当たり問題ではない。しかしながら、すでに述べたように、この部分もまた断りを持つ部分と同じく、断りに預かるように思われる。現にこの部分は抑制ある人にあっては断りに従順であり、
またさらに節度ある人や勇気ある人においては、おそらくそれは一層断りに従順に耳を傾ける。なぜならこうした人々においてこの部分は断りと完全に符合しているからである。したがって断りを持たない部分には二通りのものがあるように思われる。というのも植物的な部分は断りに全く預からないが、欲望的な部分や総じて欲求的な部分は、断りに耳を傾け従順な点で、何らかの仕方で断りに預かるからである。実際そのような意味で我々は父親や友人たちの言葉を対する、エケインロゴンと言ったりするが、それは数学者たちが論拠を持つエケインロゴンというのとは違った目に見においてである。現に断りを持たない者が断り、ロゴスによって何がしか説得されるということは、忠告、つまり、連言と勧告が全体として示していることである。だが、むしろこの部分も断りを持つという言い方をする必要があるなら、今度は断りを持つ部分には二通りのものがあることになろう。つまり、一方は、第一義的にそれ自身のうちに断りを持つ部分であり、他方は父親の言葉に対してのように、断りに対して耳を傾けることのできる何かある部分である。そして徳もまたこの相応に基づいて区分される。というのも徳のうちのあるものを我々は思考に関わる徳と、性格に関わる徳とに区分して、知恵や分別、資料、思考に関わる徳、気前の良さや節度を、性格に関わる徳と呼ぶからである。実際我々は人の性格について知恵があるとか分別があるとか言うのではなく、むしろ温厚なとか節度あるとか言うからである。そして我々は知恵ある人をその人の成功に基づいて称賛するのである。そしてこの成功のうち称賛に値するものも我々は得というのである。